が強くて全く読めに。失敗したな。河原で本なんか読むんじゃなかった。気まずい。何？なんだ？誰だ？なんで無言なんだ？このクソ広い河原で俺の脇にわざわざ座…何の用か知らんが、やっぱり俺から声をかけるべきなのか。とにかく女の子に気の利いたセリフなんて俺言えねえよ。多分この人ロマンチガールを期待しているのでは。どうもそんな感じだ。何の設定もない普通の少年なんですけど。ない？今日は風が騒がしいな。なんだこりゃ。恥ずかしいとかそういうのではなく、なんかこう、さあどう返す。でも少しこの風泣いています。面白いわこの人。ごめんなさい、勘弁してくれませんか。もう限界です。すでに呼ばせてもらってます。二人の救助隊を。来い戦士たちよ、この結界を破壊し。来た、早いな。急ぐぞ秀典。どうやら風が町に良くないものを運んできちまった。今日に限ってテンション高いんだお前は。かーじゃねえよ。死ねちゃ嬉しそう。もうやだ、俺をゲッ。急ごう、風が止む前。何を言ってんだ俺は。救助隊叩くに来ん。おいやべえって、そこのコンビニポテト半額だよ。おい行こうぜ。空気読めよ。なんで。いや読ん。なんだこれ。おお、自作小説ですか。なるほど、少年と少女が河原で出会うラブストーリーか。あ、風の能力使い。ま、別にそれはいいんですけど。ただ問題はこの主人公を特徴的な設定をしてやがる。これはつまり俺が孤独でネクラなオタクに見えたってことか。別にいいじゃねえか。俺はこの風が好きじゃねえ。風はいつも大事なもんをみんなかっさらっちまう。俺がこの風を止めてやる。いつか必ず。人違いだ、恥ずかしい。んだあいつら。ストレスでも溜まってんのかな。だけどほっとくわけにもいかねえし。いやしまった、見つかった。ボーイミーツガールを期待しているんだろう。乙女ゲージ満タンなのが目に見えてわかるし。やろ。しかし俺もエンターテイナー、今回も彼女を楽しませるためってあげるつもりだ。飛ばすぜ、すかした言葉を。風が冷たいな。しまった、これは、ああちょっと寒波が来る。だから次こそはシベリアからこの冬さ。ごめんなさい、すいません。よし来た、今日は風がきらめいてやがるな。これだ。また捕まったか、この妖怪め。何度背後に立とうが俺はこの河原から立ち退くつもりはない。何その顔。あ、何してんの。はっ、な、経験者いかん。何、早く開けてください。いい加減にし、いや、格好悪いところを見せていきましょうや。それが本当の自分なんだから。心配せずとも、怒ってませんよ。ですから元気を出して。ダメだこりゃ。上着返してください。
あれ、ヤスさん。ああ、何か買い物を。個室でプロレス。ヤスさん。うわ、何？なんで？なんで追ってくる？あれはただのクラスメートだから、違うから。何が？男子高校生の日常。漫画読んでて気がつかなかった。女の子の近くに座ってしまっていたのか。まずいな、こいつ間違いなく私に気があるわね。だったら問題ない、普通に話しかけりゃいいんだ。どう、ここでいきなり立ち去るってのもよそよそしいし。とでも言うと思ったか。そんなもん気にせんわ。そんな、いや、すん、なんで怒ってんの。男子高校生のに。ちょっと待ちなさいよ。あんた今日掃除当番でしょ、なんで帰ろうとしてんのよ。どうしてあんなに異性に対し積極的に行動できるんだ、理解できない。ああいうの、ヤスさんはどう思う。気に入らないわね。あんな醜態を晒して、私だったら相手に迷惑をかけることは絶対にしない。隣の島で他校の男子を追っかけた人、有名だよ。ほら、ほら。今日は風が騒がしいな。でも少しこの風泣いています。それは悲しくて泣いてるんじゃ、嬉しい時だって泣くだろう。急ごう、風が止む前に。